混沌の時代。光の神ブラフマンと闇の神ルシファーの長きにわたる戦いによって、激しい戦いにより魔王ルシファーはその力を失ったため、次の魔王争奪戦に勝利した二代目魔王ルシフェロは強大な力で、そして21世紀人間界、魔王になるための条件はただ一つ。平和だった人間界は誰も気がつかないうちに新たな魔王を選抜する。ご主人様、ご主人様、しっかりしてください。ご主人様、大丈夫ですか？しっかりしてください。モナの言う通りです。急ぎましょう。今です。この程度では足りない。簡単にはいかないようですね。ダミーに任せて。これが死か。いやあ、モナ、よくここまで来れたね。選ばれたってのはそいつ？ご主人様、このままだとこれが最後だと思って。失望したよ。息の根が止まるまで僕が治める魔界は楽しいよ。夢だよな。だったらまだ寝てても大丈夫。実はバイトの時間だった。魔王の、はあ、ついに繁華街に到着。ここは悪魔にとって楽園です。なぜって？それはたくさんの欲望が渦巻いている。早速チュートリアルを始めましょう。久しぶり。ご主人様の行く手には手と手を取り合って試練を。盛り上がってるところ悪いけど、もう。先頭、下には上に見えるのが敵とメンバーたちは自動。時間が経つとゲージが溜まって強。よくできました。ノーマルスキルは通常攻撃より
今度はクリティカルについて。ノーマルスキルは一定の確率でクリ。って、あれ？ま、待て待て。さすがです。さあ、残り…ま、まあ…さすがご主人。では、スライドスキルはアイコンを上、ドライブスキルは普通の攻撃の…グレートな大悪魔でラブリーなご主人様。グレートとかラブリー…もうお気づきとは思います。つらよくできました。ドライブスキルを発動した後、こんなにお任せください。よくできました。さあ、さすが未来の魔王様。あらら、フィーバータイムとはノーマルス7秒の制限時間内で。本当にそれだけでいいの？それではフィーバータイム、ドライブスキル使用時の判定によるフィーバータイムは今回は特別に。コーナーにお任せください。もっとサクサク戦闘を進めたい場合、実は指が痛い時や、ちなみにモナは連打する人の方が捨て。素晴らしいの人でも、な、何か。それで、ちょっと待ってよ。本当に？もちろんです。今、しょうがない。Thank you.
ここまで頑張ってくださった可愛いご主人様のため。すごくいい感じ。多くの人間と悪魔の力を必要として、かわいいご主人様。